皆さんこんにちは。オンライン国土学ワールドへようこそ。インフラの話を新保さんとさせていただきましたね、はい、いかに我が国の整備状況が金額ベースでですけども、各国に比べて違う状況になっているのか、多分あんなデータはご覧になったことがない方がほとんどだと思いますので、多分衝撃を受けた方もおられるんじゃないかと思いますね。投資が足りないからまだデフレから脱却できないのにですね、投資をしていないです。で民間も設備投資してませんので、はい、国内にお金が回らないですね。で今インフレだったら世界で騒いでますが、日本でももちろん価格は上がってますから、はい、そういう現象でいうとインフレで、基礎的な部分でもちょっと上がり始めたんですが、でも基調は需要が供給を上回っているから起こるのがインフレですね、はい、日本の場合はそうなってないんですよ。未だに需要は供給に対して足りないんですね。でじゃあなんで上がってるかというと、これも簡単でコストプッシュなんですね、コストが上がってるから。だからこれ世界中とは全然違うんです、ですから本当はインフラ投資をせんといかんのですが、はい、そのインフラ投資についてですね、考え方です。なぜこの国にインフラ投資が必要なのかというのが昔は理念として持ってたんですよ私たち、それが今ないんですよ、ないんですよ。何のためにここに道路を作るの、何のためにここに港湾を作るの、何のために河川改修をして住みやすい国土にするの、というのがないと納税者の立場から見ても納得できないし、一体この国はどういう方向に行こうとしているんだろう、私の子供が大人になる頃はどういう国に過ごせているんだろうというのが見えないということになっています、実は昔はあったんです。これをご覧いただきたいんですが、これは1987年のですね、まだ国土庁があって全国総合開発計画というのを作ってた時代なんですね。これ、私も国土庁におりましたので若干関与してるんですが、この四前奏というのは私は作成に関与はしていません、していませんが、この四前奏がどうも最後のですね、インフラ整備による国の方向を国民に示した計画になったんではないか、このように思うんです。でその4年生はどういうことを書いているかというとですね、日本国土全体を1日交流圏と書いてますね、1日で人に会いたいなと思ったら九州の人が北海道の人にも会える、東京の人が鹿児島の人に会えるといったような、そういうその1日で交流できるそういう環境を作りましょうね。でそれを作ることによって、左の方に他局分散型国土の構築と書いてますね、他局分散型、つまり東京にいないと利便性が確保できないというんではなくて、どこの局にいてもいろんなサービスが享受できる、局があちこちにある、そういう国にしていきましょうね。でそのためには、そのためには新幹線や高速道路など下にありますように交通ネットワーク構造とありますね、交通がネットワークとしてちゃんと出来上がっていかんといかんですねということを示しているわけです、で前奏というのはだいたい10年後を目指すような計画だったですから、10年経つと東京に住まなくたって東京に負けないような生活環境だとか利便性というものが得られるような国にしていきましょう、これは憲法が保障しているですね、居住地選択の自由といったようなものを保障する計画にもなるわけですよね、そうすると10年後にはそういう便利な国が来るんだというようなイメージがありましてですね、でこれはこれだけだと言葉だけなんですけど、これに具体的に計画がぶら下がっていたんですよ。だから道路は何をするかとかというのは計画が実はぶら下がっていたんですよね。それはですね、前奏の下にですね、例えば道路整備5カ年計画とありますね、道路の5カ年計画というのが前奏の下にぶら下がっている、でその下にこれいろいろありますように交通安全もあるし空港もあるし港湾もあるしというような、それぞれのその整備主体ごとに計画があって、ここにはですね具体的にどの道路を5年間でやりますというようなのが書かれていたんです。私なんかも作成に関与したことがありましてね、例えば道路でいうと道路港南がここまでインターチェンジを作ります、とそうするとそのインターチェンジのところに国が直轄事業として国道を整備します、その国道にアクセスしやすいように県道がこのようにできます、その県道がそのようにできると市道がこのようについてきますといったようなものを5年間経つとこうなりますという絵にして国民の皆さん方に示していたんです。
そうするとですね、例えば新保さんが企業経営者だったら、うん、あ、そんなものができるんだったら、うん、私あそこに投資計画を作ろうかしら、なりますね、はい、で行政をやってる人でも、おお、そうやるんだったら、あ、私たちの市役所の支所をあの辺に構えとこうかと、うん、あの辺の人はあの本所まで来るのに不便だから、うんうん、あ、支所を作ると便利になるよね、はい、というような、うん、そういうその行政だとか経営上の計画がやりやすくなりますね、はい、そんなものが今できなくなっているんです、うん、つまり5年間に具体的にどこに何を作りますかという計画は一切ダメだということだったんです、どうしてなんですか。それはですね、国民の皆さん方に将来への予算支出への期待を呼び起こしてしまうから、はい、財政が厳しいのに将来の支出を約束するようなことはできないといったような考え方からなくなっていったんです、はい、かつてはあったんですよ、なくなっていったんです。だから今ないんです。ですから何年か経つと一体この国はどういう国になるの、はい、うんうん、ですね。これは私はいろんな面でもね、はい、例えば教育の面でもこういう教育が受けられるような国になるだとか、ああいうなの私は示すべきだと思います、はい、今そういうものが全くない国になっちゃった。国土計画なんかでいうと、はい、これ各アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ書いてますね、うんうんうん、それぞれあの下に個別事業とありますが、はい、例えばイギリスやドイツなんかはですね、大きな計画から個別事業までの間がずっとこう結ばれているわけ です、ね、でアメリカは州政府ですが、州政府のところまでつながっていますね、うんうんうん、はい、日本はかつては個別事業までつながっていたんです。かつては今個別事業のところはプチンと切れている。だからこれから例えば今は日本にあるのは国土強靭化対策ですが、はい、国土強靭化対策5年間やると言っている、うん、それが出来上がると私が住んでいるところはどれぐらい災害に対して強くなるのか、あるいは経済変動に対して強くなるのか、一体のことが一切分からないようになっちゃっているんです。いや、なるほど、それじゃあ将来のその支出圧力にはつながらないかも分かりません、つながらないかも分かりませんけども、政治は本来5年後皆さん方頑張ってくれれば、うん、我が党を支持してくれればこういう暮らしになりますよというのを示すのが政治の役割なんじゃないか、このように思うんですよ ね、ま、ですよね。それができなくなってるね。いや、でもなんか今この大井さんのお話を聞いて、この漠然とした不安って何なんだろうって思ってたのがなんか分かった気がします。うん、本当になんかこう、ね、子供小学生ですけど育てててもずっとここに住んでて、例えばなんかいいのかなとか、例えばですけど、あとはまあどんな教育受けられるのかなとか、そうですね、はい、なもちろんこっちがあの自分たちがもちろん探して、ね、行くっていう行為ってすごく大事だなと思うんですけど、なんかそれが自分には足りないのかなっていうところも思ってたんですが、でもこういう状況だとどんなに、ね、こう自分たちから働きかけようと思ってもなかなかこの不安って消えないですね。そうですね、これはですね、はい、あの国土交通省が発表しているある地点とある地点を高速道路や一般道路を使って一体何分で結ぶことができるかという図なんですが、はい、で何分ではなくてその速度で書いてるんですね。で1時間に60キロ以上行けますよというところがブルーの線なんです。なるほど。で1時間に60キロも行けませんよというところが、うん、オレンジ色の線になってるんですね、見ていただくとどうです、九州の東側とか日本海側、東北、あれ北海道の東部みたいなところは1時間経っても60キロ先に行けないんですよね。ところが右の下に各国書いてありますよ、はいはいはい、なら日本は総平均して62キロ、うん、1時間に62キロ先まで行けますよと。ところがアウトバウンが発達しているドイツはですね、なんと95キロ先に行けるんですよ。本当だ。フランスは96キロ先に行けるということになっているんですよね。でそれは一つにはですね、これミッシングリンクと言いますね、はい、その要するに高速道路がつながる予定になってるんだけどつながっていないというわけです。ははは。これつながってないところを赤で囲んだら日本中真っ赤になっちゃった。つまり本来結ぶべきところは未だに結べていない、こういうことになってるんですね。まあ、大都市周辺は今比較的ですけども、うん、それでも東京で見るとあれですね、千葉方面だとかいうなのかがもう全然ですよね、はい、全然ですね。これが暫定2車線なんです。片側1車線を高速道路だと言っているところを赤で囲んでるわけでそんなとこばっかりですね。これはもう正面衝突の危険があるという大変恐ろしい、だから70キロでしか走らせないということになっているんですね、うん、その結果です、はい、その結果180キロ先に行くとどれぐらい時間かかるのかというと、はい、日本はだから3時間かかっちゃうんですね。ところがドイツは2時間かからないんですよ。へー、うん、
これで辛坊さん、ドイツと経済的に競争なると思います？できないですね。個人的な必死の努力をしてください、残業してくださいということにならないとドイツに勝てないですよね。で、働き方改革というんだったら、ドイツのように2時間もかけないで180キロ先に行ける環境を整備することによって労働時間を短くするとかね、いったようなことをやらないかんですね。それが政府の役割だと思われません？そうですね、そういうことをもう本当にこう十分できていないということなんですね。で、もう一つはですね、国内貨物が一体何で運ばれているかという図なんですね。左の方はですね、トンベースといいまして、何トンだけ、距離の概念が入っていない、何トン運んでるかというグラフなんですが、ご覧いただきますとトラックが 91.6% です。つまりトラックが日本の物流のほとんどになっていると言ってもいいんですね。で、右の方がトンキロベースといって、1トンが1キロ走る、そういう単位ですね。で、それをどうになっているか、だから10トンが1キロ走るのと1トンが10キロ走るというのは、まあ10日である、例えば CO2 なんかで見たら大体そうだと言ってもいいと思うので、というような考え方でいくと、トンキロベースで見てこれでも5割は自動車が担ってるんでね。日本の場合は内航海運が非常に頑張っているんで、内航海運の度合いが多いんですが、まあ鉄道貨物も頑張っているように見えますけど、鉄道貨物が頑張っている部分というのはもうほんの少しなんですね。ということは、これ物流が止まれば日本経済止まりますから、物流を担っているのはトラックだと言ってもいいですね。だつまりはもっと言うと、トラックの運転手さんが担ってくれてるわけです。そうですよね。右の方をご覧いただきますとですね、これは日本自動車工業会の推測ですけど、2030年においては27万8千人ものドライバー不足が発生すると予測されているというわけです。つまり物流効率を非常に改善しておかないと、我が国の物流が止まってしまう、ないしは極めて非効率な物流状態が生まれてしまう、ごく近い将来にということが予測されているわけですよ。だからミッシングリンクを置いとく時代じゃないんですよ。本当ですね。そうですよ。で、それをこう円滑につなぐという努力をしなければならないというわけですから、まあ、インフラのこの面から見てもですね、大変厳しいところにいるんだということはお分かりいただけると思いますね。これは物流の世界で言いましたけど、これは雨の降り方なんです。1時間に80ミリというのは目の前がすぐに水浸しになる、雨の降り方が1.6 倍とか 1.7 倍になってますね、これは国土交通省のデータなんですが、これは過去の話なんですよ。過去の、これからはもっとひどいことになる。そうか、今年 の東北で大きな雨が降りましたけど、過去の最大降水量を超えた観測地点がなんと全体の2割もあるんです。それぐらいにですね、雨の降り方がきつくなってきている。だから国民の生活が全然安全になっていっていないですね。なんだかんだ言って安全が放置されていると言ってもいいと思うんですよ。多くの地域が高齢化して、逃げなさいと言ってもなかなか逃げられないような状況が生まれてきているんだったら、やっぱり防がないか、あるいは住んではいかんところには住まないようにする。そうですね、人口が増えないんですから、もう全てのエリアを開発せないかんということはなくなってきているわけで、もう少し我々はメリハリのつけた土地利用をするといったような考え方で治水をやっていかないかという状況が生まれてきて、それを今日国土交通省では流域治水といったような言い方で言わせていただいているんですね。河川で全部処理するんじゃない、流域全体で受け持つんだと、こんな考え方なんですね。だからまあそうならざるを得ない、それは私は本当一歩前進だというように思います。だそのようにして国民の生命財産を守っていくというような努力も必要ですし、いうことですよね。今日は道路とこの防災のインフラのごく一部だけをご紹介しましたけど、なかなか厳しい状況が生まれつつある。物流がですね、大変なことになる、そんな状況があるから改善していかないかですね。だからじっとしてりゃそのままで済むというんじゃないんですよ。やっぱり改善する努力をしていかないかということでありまして、そういう目でですね、これをご覧になっている皆さん方も、我が国の政治や行政がそういう方向に行ってんのかどうかというのをですね、これはもう厳しく監視していくということが必要ではないでしょうか、と申し上げたいと思います。